安城駅。安城駅は、愛知県安城市三行本町にある、東海旅客鉄道、JR 東海東海道本線の駅である。駅番号は、CA54。運行形態の詳細は、東海道線を参照。安城市の中心部に位置する駅で、市の中心的な駅として機能している。年、明治年に、当時の安城村にし、 安城の発展に大きく寄与した。1939年、昭和14年から、ヘッキ海電気鉄道の貨物支線、後の名鉄安城支線が、南安城駅まで結び、1951年、昭和26年からは、旅客運転がされていたが、1961年、昭和36年に、同線は廃止された。かつては、 東海交通事業が業務を受託する、業務委託駅で、三河安城駅の管理下に置かれていたが、2008年、平成20年4月1日から、隣の三河安城駅の新幹線、鉄道事業本部へのエリア変更に伴い、同駅在来線部分を当駅管理とするため、業務委託駅から直営駅に変更された。現在の東海道本線にあたる、 路線上の岡崎駅刈谷駅間は十五点七キロメートルと距離が長く、千八百八十七年、明治二十年頃から野田村かぐら山、現在の安城市日本西町、付近に三河安城駅がある、に新駅の設置を求める運動が起こった。この活動には、近隣の三輪村や福鎌村、いずれも安城市のほか、かぐら山が西尾街道と交わることから、 はずぐの町村が参加してた。また、大浜村、現在の壁南市も、衣が、裏から油が淵に入り、さらに明治用水を北上し衣町、現在の豊田市まで帰船を運航する計画があった、ため、活動に加わっていた。対して、安城村も1888年、明治21年から稲垣半平村長の下で、誘致活動が始まった。また、 上条村、山崎村、いずれも安城市、西巻内村、現在の岡崎市からも誘致の声が出た。鉄道局は、岡崎王府の中間に位置する、神楽山、岡崎刈谷の中間点に位置する、安城村、明治洋水、遠い筋、鉄橋伊勢、上条、山崎村、西巻内村の4候補地を挙げ、神楽山と安城村に絞り込まれたが、 神楽山が刈谷駅に近いことから安城村への駅設置が決定した。設置にあたり、知名度の低かった安城ではなく、宿場町の地流を駅名とすることも考えられたが安城に落ち着いた。1891年、明治24年安城村内の線路南側に木造の駅舎が建設された。設置時には駅北に農家数軒があるのみで、 南は、荒野が広がるだけだったが、駅前には、集落が形成され、現在の安城市の中心市街として発展する。また、駅と西尾街道や西尾町、現在の西尾市、三輪村などを結ぶ道路が整備された。1939年、昭和14年から、壁回電気鉄道、現在の名鉄西尾線の一部が新安城駅、貨物駅、 現在の新安城駅とは異なるを解説し、南安城駅までを結ぶ貨物支線を敷いた。1944年、昭和19年に、ヘッキ海電機鉄道と名古屋鉄道の合併により、支線は安城支線に解消され、1950年、昭和25年の愛知国体期間中の5日間の旅客営業を経て1951年、昭和26年からは、 安城駅に称して旅客運転がされていたが、1961年、昭和36年に、道線は廃止となった。1947年、昭和22年に、駅舎は改築されたが、伊勢湾台風などにより老朽化が進んでいた。そこで、1971年、昭和46年から始まっていた安城駅前都市改造に合わせて、1980年、 昭和55年に駅舎の改築工事に着手。鉄筋コンクリート作りで3階建ての駅舎が完成し、駅前広場にペデストリアンデッキが設けられた。また、同時に南北自由通路が設けられ、初めて線路北側と駅が結ばれた。1987年、昭和62年の国鉄分割民営化に伴い、利便性が増したため、利用者は増加傾向にある。 島式ホーム1面2線と短式ホーム2面2線を有する地上駅。中央に島式ホーム、その外側に短式ホームを1面ずつ置く構造で1.4番線、短式が副本線、対比線、2.3番線、島式が本線となっているが、上下とも同一ホームでの環急接続ができないこともあり、2010年度のダイヤで4番線へ発着する。 定期旅客列車の設定はない。駅舎は、京城駅舎で構内の南側にあり、古仙橋で北口とつなげて、南北自由通路としている。改札口は3階に設置され、3つのホームと古仙橋でつながっている。駅舎内には、JR 全線切符売り場とベルマートがある。また、1、2階の一部区画は、テナントとして貸し出され、歯科医院や、 書店などが営業している。かつては、駅舎西側に、有害者用の貨物ホームが置かれていた。また、校内の南東には、名古屋鉄道、名鉄安城支線の安城駅があった。愛知県統計年間及び安城の統計によれば、1日平均の乗車人員は、以下の通りであった。南口には、ペデストリアンッキが設置されており、地上部は、 ロータリーとなっている。駅の脇には交番と立体駐輪場が設置されている。周辺は安城市の中心市街地になっており、駅から南へ商店街が伸びている。一方、北口はロータリーと立体駐輪場が整備されている。周辺は住宅地となっている。南口に安城駅バス停があり、名鉄バスとアンクルバスが、 路線バスを運行している。また、愛知学泉大学、短期大学岡崎キャンパスへ直行するスクールバスや ICAW などの企業の従業員運送バスも運行されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。